岬口に行くのはここで大丈夫ですか？12両編成だから大丈夫ね。はい、電車来ましたよ。てかおい、なんだよ、乗せてくれよ。どういうこと？結局ね、あそこにはね、他の車両が連結されたんだけど、もう切り離されてね、どっか違うとこに行っちゃったみたいだよ。そういうわけで無事たどり着けてよかったんだけど、出口が1個しかないみたいなのでね、この出口を出て送迎バスがねあるらしいんだけど、わかるかな？緊張するな。お、あったあった、あれに乗ればいいんだ。よかったよかった。っていうかあれ、あ、あそこでみんな待ってるね。じゃあ最後尾についてなと思ったら、なんかねトラブル中だったみたいだよ。15分ぐらい待ってる間にね、チラシ渡された。なんだ、海が近いのか。お、動き出したぞ。ようやく乗れるな。何、3時半が最終？あんまりのんびりしてると危ないなと思ったら、なんだ、45分？どっち？なんか、とりあえず乗り込めたからな。これに乗ってれば、目的地の芋掘り会場に連れてってくれるんだね。おー、着いた着いた。よかったよかった。っていうか、みかん狩りだな。え？何？さつまいも掘りはどこですか？みんなそっち行くね。あ、そっちなんだ。じゃあみんなについていけばいいんだね。みんな知ってんだね。知ってなきゃわかんないよ。っていうか、なんか様子がおかしいぞ。公園？あ、もしかしてトイレ？なんだよ。芋掘りこっちって書いてあるけどさ、なんか違うんじゃないの？こっちかな。受付？いやー、みかん狩りしか書いてないな。じゃあしょうがない、このね芋掘り目指して行ってみようかね。てか誰も芋掘り行かないのかな。そんなに芋掘りって人気ないのかい？そうなの？ここもみかん狩りだしね。でもさつまいも掘りの看板あるんだよね。わかんない。みんな車だからいいけどさ、徒歩で結構登ってきたよ。みかん狩りだね。いや、今日は日傘持ってこなかったよ。聞いてないよ。まだ歩くの？看板あるねと思ったけど、あれ？戻るの？と思ったら受付っぽい小屋があったけど、何？本日は明日？ちょっとここまで登ってきたのに。しょうがない、戻るか。ほら結構登っただろう。みんな車だからいいけどさ、徒歩には結構きつい道のりでしたよ。すいません、芋掘りに来たんですけど。あ、すいません。はい、ありがとうございます。やっぱりここじゃないんだ。あ、あった。そっか。
よく子供の頃からさ、母親にあんたの目は節穴かって怒られてたんだけど、もう本当そうだと思うよね。何、お芋は1週間寝かしてから食べて。はーい、あー、やってるやってる。ようやくたどり着いたよ。あれ1200円、予約してるんですけど、じゃあランかな。こちら係のものにお見せください。はい、ですね、はーい、まあポイント使ったからもっと安いんだけど、とりあえずお着替えさせてくれよ。車じゃないんだからさ、みんなは車があっていいよね。フニータ、じゃあ行ってくるね。前あるね、どうかさ。はい、はい、どうぞ。あれ、おじさんどこ行くので、ボート号の間の黒一枚になります。ポカがありますけどね。で、ここで一人で、今度こっち側に来てもらって、来た、ここで一人。じゃあ次私だな。こちらにもお芋ありますけど、こっちのお芋違います。半分入れてまいります。はい、じゃあそこ私かな。じゃあ次、あの、はい、一番です。あれ、ここ真ん中こう引っ掛けてもらってもいい。私存在してるかな。すいません、私はどこですか。お客さん1枚ね。はい、じゃあお客さんここね。はい、ここの、この2本のボーンからここまで。はい、うん、ここまでね、取ってください。はい、でこっちが違うんで、手前側だけね。はい、はい、はい、分かりました。はい、よかった、存在してたね。なんかとりあえず2株は発見しました。手袋持ってこなかったんだけど、やっぱり軍手ぐらいは持ってくればよかったな。スコップが欲しいところだね。虫がいっぱいいるからさ、素手で掘るのは結構つらい。で、結構抜けないのね。これちぎれちゃうのね。これ掘り出すのがなかなか至難の業よ。取れた。とりあえず2株でこんな感じ。あと3株期待できるかな。気持ち悪い虫がいっぱいいるんだよな。危ね危ね危ね。絶対にゴム手袋は持ってくる必要があったな。分かってたんだけど持ってこなかったんだよ。あ、ちぎれちゃった。いや、これ掘るの大変。爪ん中泥がいっぱい詰まっちゃった。なんかあんまり達成感ないな。みんな盛り上がってんだけどな。とりあえずこれで4株って感じ。あと残り1株残してな。なんかあまり掘ったぞっていう気分が味わえてないんだけど、じゃあ最後にね、はい、芋掘ったぞっていう感じの絵が撮れたかな。ラスト1本って感じ。これがなかなか撮れませんけど、はい、掘りました。とりあえずサムネショット、なんかこんな感じなんだけど、少なくね。みんな結構深く掘ってんのかな。私浅いのかな。もっと深く掘んないとダメかな。まだ掘ってるね。袋に入りきらない感じな。こんな感じな。よし、じゃあもう執念だ。この根っこな、この先にでっかいのがあると信じて、これを最後掘り上げる。けど、この土がね、なんかベタベタでカチカチでね、全然びくともしないのよね。
でもさ、これもうここまで掘ったからさ、これ取らないとなんか達成感ないじゃん。やっと取れたけど、ベタベタだし、こんなもんか。じゃあこれ切って食べれるかな。これだけ。はい。うん。ありがとうございます。ここはもうなさそうですかね。ここはもうないね。株がないもんね。そうなんだ。うん、なるほど。なんかみんなすごい袋にいっぱいなのにスカスカで間違えたかな。5月だっけ？そうです。今これはほら黒い人いるじゃん、掘ってるじゃん。あの人のところ行って、うん、こんなもんですかって言って。わかりました。おじさん見かねてみんなが置いてった今くれたね。このぐらいですか？なんかね周りみんないっぱいなのにあれとかって思って。あ。おー、大きい。すごい。本当。いや、こんな大きいのってどうやって食べればいいんですか？天ぷらでもいいじゃないですか、これはね。ちょっと欲しいってさ。なるほど。うん。うん、ね、天ぷらにしたら美味しいと思う。うんうん、へー。ね。わー、ありがとうございます。みんな、ちっちゃい芋は捨ててってるんだね。羨ましいよ。そんなゆとりが。私にも欲しいね。またセーフに行った。こんな感じでどうでしょうか。はい、お手手がベタベタで、まあ人生初芋掘り体験できたからな。はい、フニータのサムネショット。ドロドロだよ。ウェットティッシュ出しとかなきゃダメだったな。あら、来た時は誰もいなかったのに人がいっぱいになっちゃったね。いや、さっきの執念で掘った芋の泥全然取れない。お腹空いたな。じゃあ焼き芋でも買って食べよっかねって思ったんだけど、なんか様子がおかしいな。もう終わりですか？早めに来ないとダメなんだね。お芋言ってますけど、うわー、みかん精もする。大根はおいくら万円ですか？あら、売り切れ。あ、ここは飲食スペースじゃないのか。すぐ食べられるものはオレンジケーキがあるけどさ、なんかしょっぱいものが食べたいよね。っていうか帰りのバス見かけないけど本当に来るのかな。すいません、帰りのバスって来るんですか？帰りの、帰りってか駅へ行くバス。そうそうそう、一層になってますんで。あ、そうなんだ。今ここへ着きます。はい、ちょっと今行ってますんで、ね、また戻ってきてるということで。わかりました。はい、みんな車で来てるみたいだからないのかなと思って。電車バスの方もね。うんね。ありがとうございます。いや、親切にありがとうございました。いや、乗れるかな。あら、一席残っててよかったよ。神様ありがとね。おじさんもありがとう。あ、こっちにもなんか売店あったな。駅の方になんか美味しいもの食べれるお店あるかな。せっかくだからマグロが食べたいけどね。昨今の物価がよくわかんないからスーパーでなんか買って食べるか。途中でね、なんかマグロの旗を見たんだよね。その辺にね、これこれマグロ定食とか食べれるかなって思ったらなんか違うな。お隣は蕎麦屋さん満席だね。ギリギリやってるけど、本日の所持金が1110円なので
食べられるものは暑いからね。夏のお蕎麦美味しそうだね。いや、消費税とか取られちゃうとちょっと微妙だな。おしるこは売ってるけどさ、今おしるこって気分じゃないからね。海がね、徒歩3分って書いてあったけど、本当に？っていうか逆方向だなこれ。あー、やっちまった。相変わらず方向音痴節が炸裂しておりますよ。じゃあ駅まで戻ってね。お、京急のお米が売ってる。へえ、気になるけどさ、今芋しょってくからさ。カレー屋さんはオープンしてるけど、もう口がマグロだもんね。ラーメンも豚骨だしな。まさか山登ってさ、そっちに海があると思わなかったから逆に行っちゃったんだよね。絵本屋さんだし、あれなんだ、飲食店が全然ないぞ。海は見えてきたけど、お、チラシのお店はこれだね。なんか食べ物屋さんはなさそうだね。ていうかなんで美容室ばっかりなんだろう。この辺美容室ばっかりあるんだよね。見事に食べ物屋さんは、お、パン屋さんがあったけどね。こちらのお店はイタリアンだよね。まあ海を見ながらお茶をしたい気分ではあるけれども、ていうかいちご大福が気になると思ったけど違うのか、看板だけだ。なんだろうな、テイクアウト専門のお店なのかな。じゃあしょうがない、このパン屋さんでピザはいらないなと思ったんだけどね。もう売り切れ、1個だけ買ってな。じゃあ海を見ながら食べようと思ったけど砂浜ねえな。四角なのに丸。あ、砂浜発見。日陰ないね。日陰どっかにないかな。なさそうだね。お、自販機発見。喉がカラカラだよ。はい、冷たいお水を買ってね。じゃあもう重い芋をしょってあんまり移動したくないから、ここいらでな、味と作って休憩しようかね。そのうちここが日陰になると信じてな。はい、ジャスティース、ようやく水分にありつけたぜ。うまい。はあ、本日一食目のホワイトフィッシュドッグ、出来たてをゲットできたので衣がサクサクでうまいよ。中のね、レモンがね、いや、いい感じで効いてましたね。最高っす。まあ、お腹が空いてるからね、何でもうまいといえばうまいんだけどさ。いや、しかしまさかね、今日海に来れると思ってなかったから嬉しいよ。まさか10月の末にな、砂浜がサラッサラで気持ちいいよ。これは何ですか？もしかしてまさかの本物？いや、フグ食べたことないとか言ってたら、フグ引き寄せました。これ食べれる？いや、ちょっと怖いね。貝殻もね、とんがってなくてね、全然気持ちいいの。水もね、冷たくなくってちょうどいい具合だよ。
クラゲもいないしね、ゴミもないし、いや今年最後に綺麗な海に入れてよかったです。なんかイベントでもやってんのかね、どんな競技なんだろうね。まあ、アサリはないだろうけど、さっきの泥がね海水だったら落ちるかと思ったんだけど落ちなかった。お、いい感じに日陰になってきましたね。よし、じゃあフリータのお土産になんか面白い貝殻ないかな。昔は桜貝とか取った記憶があるけど、桜貝って季節があんのかな。はい、桜貝はなかったけど、綺麗な貝殻と大きいアサリ、そして見事なシーグラス。シーグラスそれしかなかったんだよ。てなわけで本日も最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。ではまた次回もお楽しみにね。バイナラー。